浅香さん相手にアメリカのアニメ紹介サイト、アニメニュースネットワークさんから質問が届いております、はい、デビューシングルオープンユアアイズ以来、浅香さんの音楽スタイルはどのように変化しましたか？そして、シンガーとしてどのような成長をされてきましたか？という質問が。 あのデビューシングルのこの「OPENEYES」っていう楽曲がすごくこう EDM 調で、うんうん、そこからシングルしばらくは3枚目までこう笑顔を1つ見せなないような表題のシングルが多かったんですね自分の転機となったのがその4枚目のシングルで出したテレビアニメ「イルキャン」のオープニングテーマ「うん、シャイニーデ d ズに出会って初めて笑顔をしっかり持ちながら歌を歌ったんですね。うん、えここまで なんかソウルフルに歌い上げてもいいのかなっていう迷いは最初あったんですけど、うん、アニメが放送され一緒に映像と音楽が流れるのを見た時に、うん、あこういうのもアニソンありだなって思ったのをきっかけに今のこのソウルフルにパワフルに歌い上げるっていう歌い方の軸が出来上がったっていう。 ねどっちかというとね<ー>ソウルフルなイメージありますもんね、うん、最初は違ったんです、うんね、結構本当にしっとりあの冷静に冷静に歌うっていう感じだったの、ね、まあ、ミステリアスとかっていう言葉が合うかもしれないですねだから結構そのギャップラジオで話す時ときと C D を いいた時の,その皆ささんがギャップをすごい感じててくださって、うん、今でもまあ多分ちょっとあるとかあるかもしれないですけど <laughs> でもこの「ゆるキャン」という楽曲を歌うまでは毎回「え同じ人が歌ってるんですか?」っていうのを言われ続けてきたので<ー>やっぱりこの「ゆるキャン」をきっかけにこうパーソナルに近い明るいところを歌にもしっかり反映することができたので、はい、自分にとっても本当に相棒のような存在ですね。<ー>